流されながら。よいしょ。ベイトロッドに久しぶりにね、秋によく使うねメガバスのカナタね、めっちゃ長いミノーなんだけどね、すごいね軽やかに弾けてね、流れの中でもこんな感じでね、いいシーバスが来てくれました。いやバレないでよかった。これでちょっとあのシーバスの大会もちょっと順位が上がるんじゃないでしょうか。じゃあね、逃がしてあげたいと思います。77、8といったところの泣きのランカーね、ランカーはちょっと足りなかったけど、この時期にはありがたい。いやーよかったね。いいね、何投げてもね釣れなくてね、こんな感じね、P ラインに、30ポンドリーダーをつけて FG ドットで結んで、でこれがねアルデバランの初代のアルデバランに自分で作ったビッグベイトからこういうちょっと大きめのミノーまでね具合よく釣れるベイトロット、ちょっとね久しぶりにガクブルフィッシュでした。じゃあ頑張ります。イエイ。